はい、皆さんこんばんは。前回に引き続き、今回もココパリゾートクラブ三重フェニックスゴルフコースの13番から18番までのラウンド動画になります。前回の動画で、どんなコースかっていうのを説明は少ししたんですけども、今回は耳寄り情報的な補足を入れておきますね。系列で、3コースあるんですが、このフェニックスゴルフコースだけツーサムで予約した場合だけなんですけど、フェアウェイにカート乗り入れが可能になるサービスがあるらしいです。まあただし、天候や芝の状況などの条件があるみたいなんで、もし乗り入れ可能でプレーしたい場合は、予約するときにフェアウェイ乗り入れ可能でプレーできるかどうかを、ゴルフ場に確認を取ってください。乗り入れできると楽ちんですし、プレーも早くなるんで、参考までに。それでは、続きの後半のラウンドの模様をご覧ください。
はい、いかがでしたでしょうか。後半ね、パワープレイまではいかなかったですけど、なんとか2オーバーで、トータル9オーバーの、81。この強風の悪条件の中では、頑張った方なんじゃないかなと。まあ結構ラウンドをコンスタントに、2週間に1回は、いけてる状況なんで、で、ちょっと寒くなってきましたけど、ジョーコー G カントリークラブのナイターを次回にあげる予定なんで、もしよかったらまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。